はいどうも、ナインです。今回のテーマ、今後どうなる？視聴者が感じるカープへの疑問。はい、今回の動画では今期のカープに関する疑問について募集した先日のコミュニティ投稿の回答編になります。今回の回答は正解ではなく私の主観になってきますので、参考程度にしていただけると幸いです。今回はいつもと少し違うスタイルの動画ですが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルではカープに関する情報やネタ動画を投稿しておりますので、特にカープファンの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編スタート。まず1人目、鉄道員さんからのコメントです。このままカープが1位でシーズンを終えるのに必要なことは？はい、これに関しては大きく2つです。まず怪我人を出さないこと、そしてもったいないミスをしないこと、この2つじゃないかなと思います。怪我人に関しては秋山選手、菊池選手、相澤選手などのベテランと、そこにプラスして末金選手ですかね。小園選手、矢野選手、坂倉選手などは故障が少ないので大きな心配はないと思いますが、ベテラン陣と末金選手はやや不安が残ります。特に末金選手は替えが利かない選手なので、終盤にダイソー、守備固めを積極的に起用するなど怪我の予防に努めてほしいですね。投手陣は島内投手の登板方が気になっていましたが、最近は登板のペースが落ちてきているので、投手陣の疲労による怪我の心配はそこまで大きくはないと思います。そしてもったいないミスについて、ここで言うもったいないミスは走塁で言うなら牽制し無謀な盗塁、守備で言うならカバーリングのミス、強殺プレーでのミスなどですね。現状のカープは大量得点が計算できないので、守備走塁でもったいないミスが出てしまうと本当に痛いんですよね。逆に誰も故障せずもったいないミスが出なければ優勝できる確率は十分あると思います。ちょっと長くはなりましたが、回答になっていますかね。まあこんな感じで回答していこうと思います。次、替え玉の木越さんからのコメントです。2軍でくすぶっている若手を挙げてください。このくすぶっているという表現が難しくて、結果を出しているのに1軍に上がれないという意味なのか、そもそも2軍で結果を出せずに苦しんでいるという意味なのか、意味が2つあると思っていて、結果を出しているのに1軍に上がれないという意味であれば、投手なら遠藤投手、野手なら持丸選手、2軍で結果を出せずに苦しんでいるという意味なら、投手なら日高投手、野手なら韮澤選手を挙げます。まだ2軍でくすぶっている状態ですが、伸びしろが多い選手たちなので今後に期待しましょう。次、ズミ丸さんからのコメントです。常広投手を1軍に投入するべきか、先発中継ぎ問わず。はい、これに関してはすでに優勝が決定した後であれば1軍初登板もありだと思います。逆に最後まで優勝争いをしているなら1軍初登板は来年以降にお預けでしょうね。仮に1軍登板するのであれば中継ぎからではと思います。先発はローテが固定されており、谷間にも森投手が投げている状況、なかなか割って入っていくのは難しいんですよね。そもそも2軍でも結果が出ていないので、今季中に1軍登板する確率はおよそ 10%、 登板するのであれば敗戦処理などのロングリリーフだと予想します。次、茨C さんからのコメントです。ベテランの扱いについては多大に疑問があります。実績前提で考えているのか、そもそもベテランの経験込みで考えているのか、どうもベテランに関してはいい目に扱っているように思えます。そしてもう1人、ゆうさんからのコメントです。田中康介選手の起用法について、代打成績も振るわなく、ファースト守備固めなら他に背の高い人を起用した方が良いのではないか、他にもベテラン陣の起用法に関する疑問の声が結構上がっているんですよね。私の個人的な意見にはなるんですけど、ベテランの選手は走攻守どれか一つができれば十分だと思います。35歳くらいまで現役を続けている選手は例外もあるんですけど、多くの場合は過去に日本代表経験があったり、タイトル獲得経験があったり、走攻守のどれかの一つで高いスキルがある選手ではあるんですよね。ただその3つのうち2つが落ちてしまうこと、それにプラスして故障しやすくなったり疲労回復が難しくなってくることで結果が出なくなっていくものだと思います。つまり35歳以上まで現役を続けている時点で何かしらのスキルは持っていると思うので、起用法を考えてあげればまだ輝けるとは思うんですよね。例えば相澤選手の場合、打撃面が衰えてしまいましたが、リード面での評価は高いです。こういった場合であれば週1回から週2回のスタメン起用で、終盤には代走守備固め、こういった起用法で彼なりに活躍できていると思います。過去に膝を故障したことを考慮し休みながらの起用、
この起用法で昨年よりも打撃成績が結構良くなっているんですよね。こういった感じでベテラン選手は走攻守の全てを求めず、持っているスキルを活かせる起用法にしてあげれば最低限の活躍はできると思います。康介選手については対ストレートに対して弱さがあり、終盤に代打起用しても活躍することは難しいでしょう。守備についてはコメントにある通り身長は低い方ではあります。個人的には堂林選手の方が守備力が高いと感じるので、堂林選手を下げてまで一塁守備固めこうする必要はあまりないと思うんですよね。しかし代打で起用できないなら一塁守備固めしか選択肢がないのも事実。正直バッティングの状態が良ければ左の代打として起用できるので、2軍で調整という選択肢もありだと思います。菊池選手のコメントもありましたが、守備での衰えもありますがいいところで打っているのでまだスタメンで良いと思います。個人的には康介選手が2軍調整となった場合、1軍にはサードを守れる選手を昇格させ、二遊間を矢野選手と小園選手、菊池選手の起用日にはこういった起用法もありではと思います。ベテランの起用法は難しいところがありますが、引退してほしいとは思いません。自身のスキルを活かせる起用法を探る、もしくは2軍で調整、こういった方法で活路を見出してほしいと思います。今年引退を決断する選手がいるのか、もしいれば最後まで応援するのがファンのあるべき姿だと思います。次、ノギープさんからのコメントです。小園バント、はい、シンプルなコメントですが意図は伝わってきますね。結論から言うと個人的には基本はヒッティングでいいと思います。小園選手はまだ最多安打を狙えなくはない状況であること、そもそも足が速いので併殺のリスクが少ないことがあります。実際今季の小園選手は全試合でクリーンナップを打っていますが、463打席で5併殺と併殺がかなり少ないんですよね。小園バント肯定派の意見として、後ろに末金選手がいることで確実に末金選手に回すためにという意見がありますが、後ろに末金選手がいるからこそ四球を出したくないという心理から小園選手の積極打法が生きてくると思います。そしてバントは相手先発の球数を稼げないというデメリットもあります。例えば相手先発が高橋宏斗投手だった場合、大量点どころか1点取れるかどうかなわけですよ。ならバントした方がいいのではと感じる人もいると思うんですけど、私個人的な意見としては、1球でアウトを1つ与えて走者を2塁に送るより5から6球投げさせて走者はそのまま、走者を送るより早めに100球以上投げさせて球数で降板させることが優先ではと感じます。走者を2塁に送ることよりそもそも球数で交代させてしまった方が得点期待値が高いと思います。特に中日戦では実質8回までの攻撃であるため、6回までに120球以上投げさせれば勝率がかなり高くなると思うので、バントしてる余裕はないと思います。ここまで小園バントについて批判してきましたが、もちろん例外はあり、明らかに小園選手が不調である時や過去の対戦成績から明らかに相性の悪さがある場合は確実性を優先し、バントという選択肢もありだと思います。小園選手はまだまだ若い選手なので、今後もバントのサインが出るかにも注目です。次、マーチンさんからのコメントです。来季の中村翔成選手について、規定打席に乗ったことないのに不倫問題起こす選手、ガチで危機感持った方がいいと思う、厳しいって、弱いってという意見もあると思うんですけど、本当その通りではあるんですよね。ただ今季は2軍で無双して1軍昇格し、後半戦から少しずつ起用数が増えているんですよね。個人的には現役ドラフトで移籍することはなく、コンオフも契約されるとは思います。ただ3回目のスキャンダルが発覚した場合はさすがに退団の可能性が出てくると思います。まだまだ伸びしろがある選手なので、打撃覚醒と今後の素行にも注目していきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画では視聴者の皆さんが感じている疑問について回答してきましたが、また不定期でこういった動画を作っていきますので、よろしくお願いいたします。今回の動画でカープファンが感じている疑問が分かったと思った方、こういった考えもあるんだなぁと思った方は高評価よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではカープに関する情報やネタ動画を投稿しておりますので、特にカープファンの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。